大学の時間かな、はい、先にしとかな、はい、ジャンボハンバーグ1です。これはライトつけてください。ビールさんだろ。愛してよ。私はい、わかりました。ちょっとお待ちします。11番さん言いましたけど、ハンバーグさんも行きます。はい、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。うん、おいしいね。美味しいですね。体が温まる。これがいい。うん、あ、はい、味しっかりしてるよね。そうですね、ちょっと大人な感じがします。うん、あ、美味しいです、すごい。これがベリーセット、コーヒー、紅茶ついて、まあ、冷たいもの、冷たい紅茶、はい、アイスティー。はい、いいよね。どうぞ。カレーとサラダ。ベネットスプリンス。おー、うん、すごい。デミグラス。これデミグラスソースの香りが半端ないですね。うん、私もこれ。ありがとうございます。これで切ろう。ありがとうございました。あ、いいですね。もう肉厚。中に玉ねぎ入ってますね。いただきます。うん、からビーフな感じがしますので、中にこの玉ねぎがあるので、まだこの玉ねぎがシャリシャリしててね。うん、結構あの肉の旨味となんかこのデミグラスソースのこのまろやかな感じが、ごめんなさい、ありがとうございます。いいですね。結構思ったよりね、柔らかくて食べやすいですね。あのカツカレーとまた違ったね感じで、全然これだったら完食できそうです、ね、本当にこのサイズはまだ許せるサイズというか。でもかなり大きいよね。ですね。うん、ご飯もちょうどいい柔らかさで。サラダ、特製ドレッシング。程よいね、この酸味が、まだこのお口直しというか、うん、まだ次にカレーとかね、うん、ハンバーグ行こうみたいな。ドレッシング売ってますもんね。そうですね、あの、うん、入り口でね。完食。ゆっくり食べてください。いや、美味しかったですね。美味しかったです、ね、どうでした。全体的にバランスというか、久しぶりに来たんですけど大満足です、ね、いや本当に、はい、ボリュームがすごいんですよね。そうですね。あ、すいません。すいません、ありがとうございます。ボリューム、強いもの、ね、ボリュームがすごかったです、ね、なんか今日レディースランチ、私レディースセット食べたんですけど、
昔ね食べた時はねあのなんかフライとか持ってたんですけど、今日はポタージュとシーフードカレーのセットだった。今週ってことはその週替わりみたいな感じですね。でもすっごい混んでたから待ちましたもんね。そうですね。でもまあ今日はすごいボリュームあって、はい、前回カツカレーも食べたんですけど、はい、どうでした？すごいボリュームで、あの、ま、なんとか食べたんですけど、はい、食べれない人はお持ち帰りできるみたいですね。ですね。今日お土産で持って帰る人いっぱいいましたね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。